はい、どうもこんにちは武藤良です今回は試験勉強をするために仕事を辞めるべきかという話でいきたいと思います。まあ、結構来るんですけどね、まあ、あの僕の受験生さん、まあ、受講生さん的には、まあ、仕事をし,てしながら勉強してる人多かったりあるいは大学生大学院生で、まあ、授業をありながら勉強してるっていう人が多いんですよね。まあ、そういった時に、まあ、この仕事をやりながら続けながら勉強していていいんでしょうかとか まあ、あの試験勉強に専念するために仕事を辞めようかどうか迷ってますみたいなあの話って結構来るんですね。まあ、そういったところでこの試験の合格に向けて、まあ、仕事であったりあるいは部活サークルとか、まあ、恋愛とかそういったものその勉強以外のことっていうものを辞めるべきかという問題は、まあ、結構受験生としては悩むところなのかなというところなのでそれについて話していきたいかなと思うんですね。でまあ、結論はは辞める必要はないと いうこことがまあ結論なんですけど、まあ、これは僕一身もすすごく迷っったことはあってですね、まあ、僕もその大学生のうちにあの司法試験合格したっていう経緯はあるんですけど、まあ、当然その大学生活の中で勉強だけに絞るべきなのか部活とかやっていいのか、まあ、僕部活大学生の時やりながら部活をやりながら勉強していた、まあ、それでも合格できたということで、まあ、そのためのそのそ方法というか、まあ、忙しくても勉強で合格できるための,あの知識ってものを発信してるんで。 まあだから僕としてはやめてほしくないなというのもあるわけなんですね。だってやめずにできるんだからということですね。あのいろんなもの全力でやればいいと思うし、全力で楽しめばいいと思うんですね。まあ、仕事とかも楽しめてやれるなら楽しんだほうがいいし、やりたいならやればいいと思うしあの、恋愛もしたいならやればいいし、部活もやりたいならやればいい。で、その中で、それらやりたいことをやりつつも大事なところを抑えていくっていうことで、試験の合格だけは抑えていこうっていうようなあのノウハウっていうものを発信してるし、まあ、それを話せる人、語れる人っていうのは他にいないだろうということで喋ってるわけなんですね。 だそういうふうに諦めてほしくないという思いがいろいろあるんですけどもまあ僕自身すごいあの悩んだ時期あったんですよねまあその試験の時も司法試験の時もそうだし大学受験の時も相当迷いましたね高校の時とかあるいは浪人した時もあったんですけどまあそういった時にも相当悩んだその勉強だけに絞るべきなんじゃないのか他のことに手を出したらいけないんではないかということでいろいろ悩んだり葛藤したんですよねまあ本当に僕も受験時代そうだったんですけど これやったら落ちるんじゃないかとかこれやったら良くないんじゃないかっていうことが常に常に頭の中にあのよぎるわけなんですね。でそれがめちゃくちゃつらかったしそれで勉強やめたくなったことって何度もあるんですけど、まあ、そういった思いがだからよくわかるんですよね。で、まあ、結論としてはやめる必要ないということなんですね。まあ、特に仕事とか言ったらその生活の問題もあったりするわけなんで、まあ、特にその家庭を持ったりだとか、まあ、どうしてもその社会人で自分で生活費稼いでいかなきゃいけないとかだったら、まあ、現実問題あるんでやっぱりいいです。 まあ仕事を辞めるっていうのはなかなかか厳し貯金、まあ、とかあって相当覚悟も決まってるもう本当に絶対合格するもうそのために辞める,辞めるんだと言うんだったら別にやめてもいいと思うんですけどまあ,あのそこまでねやる必要もないかなというふうには思うんですね試験のために何かを諦める必要はないとでこれは逆に言えば勉強に専念したからといって合格するわけではないんですよね 僕も部活やりながら勉強してでそれで合格した大学生のうちに合格したとか言いましたけれどもあの勉強だけをしてる人ってたくさんいたんですよね大学生から勉強を始めてる人っていうのはいたんですけどそれでもう勉強以外のことはしないとなんかサークルとかに入ってても実質サークルは幽霊部員で勉強だけしかしてないとか、まあ、要するにそうやって勉強をやってるからっていっていろんなことを逃げてる人っていうの僕はたくさん見てきたんですよねいや俺には勉強があるからとか。 いうふうに言ってまあ、サークル真面目にやんなかったりとか学校の勉強真面目にやんなかったりっていう人をたくさん見てきたで、そういう人ってじゃあ受かったのって言われると受かってないんですよ実際ねでそういう逃げの気持ちがまあどっかにあってそれがどっかに出てたのか知らないですけど僕はねでもそういう人たちって結局なんかどっかであの勉強をやめてしまったりだとかまあ、合格しなかったりっていう人がたくさんいるんですよねだから勉強に専念したからといって合格するわけではないんだなというのを僕は常にあ強く感じるわけなんですね そういう点から言うとやっぱり勉強に専念したから合格するってわけでもないんだよっていうのは、まあ、やり方次第なんですけどね結局はね結局はやり方次第だと思っててまあそういう人たちもじゃあその人たちが悪かったのかっていうと実はそうではない可能性があってまああの学んでた教材が悪かったりだとか予備校が悪かったりっていう部分もあると思うんですよねやっぱりねやっぱり予備校っていうのはあの教材とかは用意してくれるんですけど まあその人に合った環境というかその人に合ったやり方っていうものは提示してくれないわけなんですね。あくまでまあこれを勉強すれば合格できるかもしれませんよっていう教材を出してくれるだけであってじゃあどうやったら合格できるのかとかどうやったらあのうまくいくのかっていうことは教えてくれないんですよね。だからそういったところでその周りの環境が悪かったのかなっていう部分はあったのかなと思ってまあね単純にその人たちを責めるわけにはいかない、まあ、むしろその周りの環境っていうかまあ予備校とかも含めてそういったものが悪かったんだろうと僕は思ってるんですけどね。 まあそういったところでまあその僕はあの予備校で勉強した部分もあるんですけど良かった分ってのもあるんですけどやっぱり悪かった面っていうかまあそれだけじゃ無理だよねって思う面がたくさんあるわけなんですねだからまあ今こういうふうにその勉強法とかどうやって勉強したらいいかとか勉強の方法やり方とか考え方っていうものをいろいろ喋ってるわけなんですかねだからそこら辺で、なんていうかな まあそここに思うととろがななけければ僕もしゃべる必要とかないわけなんですよ今の予備校とかそういう教えてくれる先生とかが完璧なら僕もこういうふうに言う必要はないと思うんですけどでやっぱり僕自身がやっぱり何て言うかな後悔してきた部分とかもっとこうすればよかったらうこうすればもっと早く受かったのにって思う面がたくさんあるんですよね。まあ、よあの僕はよく言うのはあの2年カリキュラムの話なんですけど まあ、あの学予備校のカリキュラムっていうのがたまたまその2年カリキュラムで1年目担当を合格して2年目で合格予備試験に最終合格しようみたいなカリキュラムだったんですよね。で僕それをやってて、まあ、それの言う通りに信じてて1年目は担当を合格すればいいやみたいなノリで勉強したんですよね。でででそそれ担当を合格できたんですけどじゃあその 次あの、論文あったんですけど、論文、ひどい点数だったとっいうことで、それでめちゃくちゃ後悔したんですよね。まあ、死ぬほど悔しかったし、こんなんじゃ絶対無理だと思ったんですよね。だからそこでその予備校のカリキュラムっていうものに踊,踊らされて、まあ、1年目は担当だけでいいやっていう、そういう甘い気持ちが自分にあったから、あの合格できなかったんだっていうことですごいあの自分の反省したんですよね。反省したし、後悔したし、もう二度と戻ってこない時間っていうものをあの経験してしまったわけなんですよ。 でそれは僕、たまたま大学生だったから良かったっていうか、まあ、1年ぐらいいいでしょって思いながらやってたんですけど、あの普通の人はそう,じゃいかそうはいかないっていうか、まあ、普通の人っていうか、多くの人はそうはいかないはずなんですよね。やっぱり1年っていう時間はとてつもなく大きいものだし、それを無駄にする、棒に振るっていうのは良くないし、あの絶対に避けたいことだと思うんですよね。だから、そういうのをあの平気でやってるのはどうなんだと僕は思っていて、だからこそ、もう最初からあの合格を目指して、本気でやんなきゃいけないよと。 あのまあ気持ちの問題であるんですけどねそういう部分としてだからそういったところの憤りとかがあってまあこういうような話をしてるわけなんですけどまあということでその試験に向けて仕事とかそういうものをやめるべきかということなんですけどやめる必要はないとやめない方法やめずにもできる方法を僕は喋ってるんですけどもただ考えるべきことはいろいろあるよねということがまあ今回言いたいことなんですよね。 あのじゃあ仕事,やんな仕事やめなくていいとか部活も恋愛とかもやっていいんだということなんですがだからといって勉強しななくていいいわけではないんではんす司法、ね、試験というのは当たり前ですが、えーまあ、裁判官検察官弁護士になる人を選ぶ試験なわけなんですね。だから、まあ、その しかし、裁判官とか検察官とか弁護士になる人っていうのは、あの責任を負う立場っていうか、何らか決定を下していかなきゃいけないわけですね。裁判官とかだったら、あの社会に。影響を与えるような判決っていうものを出す可能性はあるし、検察官だったら人人の罪を裁くわけですから、この人有罪だっていうことですから、有罪っていうためにはきちんとした責任なり、あの何て言うか、理論っていうか、理由っていうものを持たなければいけない。 あるいは弁護士っていうものもやっぱり社会的責任が伴う職業なのでやっぱりあの適当な人がなっていけないしなってほしくないっていう形で試験って作られてるんですねだからそういうチャランパラな人とか勉強しないとかもう勉強とかめんどくさいんだけどお金は欲しいとか有名になりたいとかそういう人を合格させるような試験ではないんですよきちんとしたあのきちんとあの勉強したりとかなんていうかな目的意識を持った人を合格させたいと思って試験って作られてるんですね だからここでその勉強あの仕事やっても大丈夫ですよ何かやりながらやっても大丈夫ですよっていうのをあの間違って捉えてほしくはなくてきちんとそのかっててていいいうことを常に考えておほしいんです、ね、そのまあ自分はこんなに勉強してるのになんで合格しないんだろうとかっていう人もたまにいるんですけどじゃあそれをね冷静に客観的に自分が頼む人とか裁かれる側になった時にじゃあその今の自分に裁かれ,裁かれたいとかとか 今の自分に弁護してほしいのか今の自分に頼みたいと思うかっていうことはきちんと考えるべきだと思うんですね僕はあのそういうのをきちんと考えていてどうやったらあの自分が弁護士としてふさわしい人間になるかとかその試験に受かるのにふさわしい人間になるだろうかっていうのを常に考えてたんですねでそうなった時にやっぱり勉強をサボるわけにはいかないし、まあ、部活やってるからといって勉強をおろそかにしていいよねとか、まあ、予備校行ってるから大丈夫なんだよねっていうそういうような姿勢はダメだろうというのが一回落ちた時の反省としてあったんですよ やっぱり合格するためにはきちんとしたことをやらなければいけないしきちんと勉強もしなければいけない楽して勉強できるかなっていう楽して受かるかなっていう思いも僕にあったんですよでまあそれはある程度正しいっていうかあの多くの人は勉強しすぎなんで、まあ、そういう意味では楽して合格できる今よりは楽して合格できるんですけども、まあ、だからといってサボっていいわけではないよということなんですね そのきちんとその自分は合格するに値する人間なのかとそういうような生活勉強ができてるかっていうことは常に考える必要があるんじゃないかなと僕は思いますね。そういうところをな,んかねなくしてしまってまるでねなんかお金を払えば合格できるんだとか何て言うか教材買えば合格できるんだみたいなそういう発想があると良くないんじゃないかなと思うしあのそういう人を合格できないように試験というのは作られてるんだよというふうなのは思いますね。 あとは、そのいろんな教材に手を出せる時間はないんですよ。あの他のことやりたいと思ってたらね。<laughs> でそういう人に限ってあの予備校のカリキュラムを買って勉強しなかったりだとか、あのいくら溜まってしまったりだとか、あるいは教材をたくさん買って、あれがいいんじゃないか、これがいいんじゃないかとか言って、コロ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 ,コロ教材を変えてしまっている。そんな時間はないよということなんですよね。だからこれはもう昔の自分でもあるんですけど、僕の昔の自分とかもやっぱり、 あ刑法だったらこれがいいんじゃないか、憲法だったらこれがいいんじゃないかみたいな感じであの、いろんなね、参考書とかを探し歩いたりして、結局勉強しない時期とかあったんですよね。それは受かんないよっていう話で、で教材買って満足してないかとか、いろんな教材に手取り足取りやってないかと。だから、その、試験を受けて、ダメだったと。今年はだめだった。じゃあ次の試験に向けて、新しい教材を買おう。で、次、またダメだった。で、また新しい教材を買おうと言って、毎年毎年、あの、 教材を変えたりしてると結局身につかないよということなんですね。その落ちたっていうのにはやっぱり何か原因があるはずであってで大体それはあのいや自分がやってきた教材を定着させてないあの自分のやってきたことができてない満足になんていうかな定着させられていなかったことが大きいんですよ。その自分の知識が足りなかったんじゃなくてやってきたことを完璧にできていなかったんだというのがあの問題なことは非常に多いんですね。その教材ととかはきちんとあの さき,ちきちんとあのそれをやればこなすことができれば合格できたのにそれをできてなかったと中途半端にしかやれてなかったからあの失敗するっていうケースは非常に多いパターンなんですよ。でそれを何て言うかなあの、まあ、今年落ちたのはこの教材が悪かったからとかこの教材に載ってない問題出たからって言って違う教材に乗り換えていったりする人ってすごい多いんですけどそういう人って結局 どん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 教材浮気してって結局何も身につかなくてあの受からないっていうパターンが非常に多いんですねだからもう最初に買ったやつでいいんですよ最初に買ったやつとか、まあ、これと決めたものをとにかくやるそれだけで基本は合格できるはずなんですけどそういうところをまあ,あのよく考えずにいろんな教材に手を出してしまう人が非常に多いとでそれは時間があっても、ま、問題だし時間がない受験生はいろんな教材に手を出しちゃダメだよということなんですね絶対ダメっていうことですね まあ僕とかもだからそういう経験があってやっぱりいろんな教材やったらダメだよというのがあってまあ僕一心その無刀流基本答練テキストっていう問題集があってでそれをやったらもう過去問に行きましょうというふうに言ってるんですねもうそれだけでいいよとだからそういうのはやっぱりいろんな教材に浮気して結局何も身につかないっていう状況を,やめをなくしてほしいからまあそういうようなことを言ってるということなんですねあとは空いた時間で勉強できてるかとかねその仕事とかまあ部活とか恋愛とかやってたら あの隙間時間時ってとてとも大事ななはずなんですよでそういうところであの勉強したりしていかないと、まあ、当然ね勉強時間っての確保できないしやっぱりそういうのであの、まあ、仕,事が仕事だから部活だから恋愛があるからといって勉強しないでそれで受かろうっていうのはさすがにそれは何て言うか都合が良すぎないかと思うと思うんですよね。それはあの頼む立場になってら分かると思います。その確かに 何もせずに楽して浮かれたら最高かもしれないけどじゃあそういう人に頼みたいかっていうと、まあ、頼みたくはないと思うんですね僕だったら頼みたくないと思うんでだからそういうねその楽したいなら楽したいなりにどっかであの犠牲にしなきゃいけない部分はあるよということなんですね。 あるいは目標とすべき存在が決まってるかっていうことで何も目標を見せずにやっていたらよくないよということでまあ僕とかもねそういうふうにその過去問の回答例とかを出したりするんでまあこういう答案を書けるようになったりあるいはその答案を書けるようにならなくてもまあそれに近いようなものはできるようになれば合格できるよっていうことでまあそういった点でその目標となるような存在っていうものを目指してやってる部分はあるんですけどまあそういった形でねその僕のことを目標としてやってくれてる人ってのも多いと思うんですけどまあそしたらもうそれ以外手を出しちゃいけないんですよね基本的に。 目標となる存在が決まったらそれ以外手を出してはいけないっていうのがあって、まあ、そこに対してあのただひたすらに向かっていくその試験っていうのは完璧じゃないと合格できないっていうわけではないんですよね。完璧じゃなくても合格できるし足りないところとか知らない部分があっても合格できるんですよ。だからそのいろんな教材を手当たり次第やって自分の中に知識を完璧にしなきゃいけないっていうのはなくてそうじゃなくても合格できるんだと。 まあむしろ僕は大学4年間で合格したっていうのがあるんで知らないことととか知らないことばっかりだったわけなんですよ。その他の受験生の方が知識あったりとか問題数置いたり問題、解いた問題数も多かったり書いた答案も多かったりとかしたわけなんですよ。でもそれでも僕が合格して他の人は合格しなかったっていうのはなんでかっていうとやっぱそこにはコツがあるんですよ。その知識だけじゃない あの方法論というものがあって、そういうのを僕はね、のこの動画とか、あるいはメルマガとかで話してるんで、ぜひね、見てみたらいいと思うんですけども、そういうふうにその考えるべきことって本当にいろいろあるんですね。で、僕の場合は本当に大学生活ありましたと。大学、大学の授業もあって、そっちも単位落としてはいけない。ということで、大学の勉強もやんなきゃいけない。で、さらに部活もやっていた。これ、陸上部だったんですけど、週5、6日ずっとやってたっていうものもあって、これも休めないわけですよね。で、あるいは、 あの休日になったら大会とかもあるんでそういったものに出,すあの出ないといけないそうすると丸一日潰れたりもするで、まあ、当然大学生のうちっていうことで、まあ、今しかできないこともあるよっていうことで友達と遊びたかったし恋愛もしたいあるいはバイトもやってみたいなというような気持ちもあるわけですよ,もうよあの誘惑だらけなわけですね大学生活は特にあの勉強する時間もあるんだけどもそれ以外のことをやる時間もたくさんあるっていうことでし勉強以外のこともたくさんやりたいで僕だったらもう勉強だけだったら死んでしまうと もう勉強だけの毎日とかが耐えられないとか、あるいは勉強やったら眠たくもなるしあの、だるくもなるし、部活とかやったら疲れてもう寝たくもなるよということで、まあ、誘惑だらけなわけですよ。勉強以外のことやりたすぎると。し、勉強はやりたくない。できることならやりたくないと。僕も、まあ、怠け者っちゃ怠け者なんで、なんていうかな。楽したら合格できないよとは言ったんですけど、やっぱり楽して合格したいわけですよ。楽して合格したいし、あの 辛いこと苦しいこことと苦しやりたたくなかったわけじゃあ、そんな状況からどう,どうやったら合格できるかっていうと、それだけを考えてたわけなんですね、僕はね。いろいろやりたいこともあるし、勉強したらめんどくさいと。じゃあその、その中でどうやったら合格できるかと。まあ、あと、いろいろあって、まあ、本読みたくないとか、基本書を読みたくないとかね。判例読みたくない。こ判例見たときに、こんなん、判例集だったんですけど、こんなん絶対無理だと。ね、こんなん読みたくもないし、覚えたくもないしっていうことで、 僕、判例集使わずに合格するためにどうしたらいいんだろうってずっと考えてたんですよね。まあ、そういったのがあのいろいろつながってるんですよね。まあ、そういったのがその僕がやっている無刀流っていうのにつながってる、まあ。僕の勉強法につながってるっていうことですね。だからこういうのは、ね、その誘惑とかあったり言え面倒くさいと。じゃあ、じゃあそんな中、どうやったら合格できるのかっていうことを常に考えたわけですね。まあ、そこをそういった方法を僕は話しているということなんですねで。そういった中、生まれてきた方法としては、答案分析をやると。だからその できるる人を真似る答案分析っていうのはあの、まあ、回答例とかあの参考となる解答,答例答案例っていうものを見てそこをどうやったら真似できるかどうやったら自分のものにできるかどうやったらそのエッセンスを自分の吸収できるかっていうものをやっていく、まあ、要するにその分析力ですよねそれが答案分析っていうことで、まあ、この答案分析のやり方とか僕のメルマガとかで解説してるんでよかったらそっちを見てくださいという話なんですけどもう答案分析をやるできる人を徹底的に真似るんだと自己流でやらないということですね。 この自己流でねやりがちな人は結構多いかなと思いますね。まあ昔の僕はそうなんですけどまあ,あの落ちた時の僕とかもやっぱりその自分なりのやり方とかあのこうやったらうまくいくんじゃねみたいなやり方っていうのをやりがちなんですよね。で誰もやってないから結局失敗しがちなんですけどそういったのではなくてもうほとにかく 1>, 1回目失敗した時に僕が学んだのがもうやっぱりできる人を真似たりこの答案例さえ書ければ受かるんだからともう自分が持ってる問題集を真似すればそれに近いような答案書けるんだからもう自己流なんかやめようと自分なりの考え方とかそういうね なんかあの余計なことその誰かから学ぶのは嫌だとか余計にお金かけるのは嫌だって思ったんですけどもうそういうのはやめてとにかく合格っていうものが最優先だったらできる人の真似た方が早いじゃんって思って僕やったわけなんですよでそうやったら、まあ、あの次の年、まあ、合格できてさらにめちゃくちゃいい成績で合格できたっていうような話もあったんですよねなんで、まあ、そううもう素直にできる人真似た方が早いよと僕は思いますねで教材は一つに絞ると もうこれと決まったらそれだけやるっていうことで、僕、問題書1冊しか使わなかったんですよで。それだけを徹底的に繰り返して、そこに出た問題はできるようにしようと。でそこに出なかった問題もしょうがないよというような感じでやってたんですよね。で、まあ、これと決めたものに金を惜しまないって書いたんですけど、もこれと、そのまあ、これ、目標となる存在を決めたら、それに対してきちんとその人の徹底コピーすると。こ真似ると決めたら徹底的に真似ると書いたんですけど、 まあ僕も基本的にそうなんですけど、いいなと思う人いたら、基本、その人の本を全部読んだりとか、動画を全部聞いたり、音声を聞いたりっていうことは、徹底的にやるんですね、僕の場合だったらね。僕の場合だったらこ、のこの答案いいなと思ったら、そこの答案を、その人が書いてる答案とか、徹底的に見たりとか、その人の喋ってる動画を徹底的に聞いたりだとか、その人の書いてある本を読んだりとかね、いうのをよくやるんですよね。で、そういうふうにやって、その人の思考、思考を真似るということですね。 その人の考え方とかものの考え方っていうものをあの真似ていくそのためにはあのまあ本を全部買ったりとか動画全部買ったりとかそういうのをやったりするんですよね。だからそういうふうにその教材を一つに絞ってってもうこれと決めたらそれをあのそ,のその人の思考まで考え方とか行動スタイルまで全部真似していくっていうのがまあ一番いいかなというふうに思いますね。 案書かかないとね僕はもう時間なかったんで部活とかやったら当然時間もなかったし当案書いたら疲れるし眠くなるっていうことなんでどうやったら当案書かなきゃ済むかなと考えた時に当案分析とかあるいは当案構成っていうものにたどり着いたっていうことですね当案構成っていうのは当案の骨組みを作っていく要するに当案の設計作業みたいなものなんですけどこういうのができるようになると簡単に当案書けるようになるしすんなり合格できるようになるということですねこのの案 ななんていうかな答案を設計する、まあ、こういうようなことはあのどこでも教えられてないんでみんなできないんですよね受験生の人は。だこ,れがであまあ、これができると、まああの,他の受験生より圧倒的に楽できるかっていうか、まあ、僕は勉強時間かなり少ない方だと思うんですけどなんでそれができたかっていうとこの答案の設計ができたからなんですよね。じゃあ答案の設計をどうやって学ぶのって言ったら答案分析と答案構成しかないんですよね。 まあ、あとはその答案の型っていうものもあるんですけど、まあ、こういうね答案の型とかは答案分析して、まあ、あの身につけていくもんなんですけどあの答案の設計っていうものができれば司法試験っていうのはそんなに難しくはないんですよねだからまあ僕はこれだけ学べばいいんじゃないのというふうに思ってますねし、まあ、僕もそれしか言ってないですね実際ねいろいろその基本書を読んだりとか判例を読んだりとか被災趣採点時間とかあるんだけどもでもそこで一番大事な答案の設計方法っていうのは話されてないんですよね それはあのもったいないっていう方がそれだけやってちゃダメだよっていうねそのちまで基本書を読みなさいとか判例書を読みなさいとか学者の書いた本を読みなさいっていうのはよく言われてるんですけどでも大事なのはあの試験に受かることなんでね特に司法試験の話で言えばねだそういうことから言ったら一番大事なのは知識よりも答案を設計するきちんとした答案を書くことなんですよねだその答案で書く中身じゃなくてまずそ骨組み 答案の骨組み答案の設計方法答案のまあ答案の型みたいなものを抑えるのがまあ僕は大事なんじゃないかなとかそっちの方がよっぽどショートカったらと思うんですよねでその答案が答案の型ができてじゃあそこの答案の中に何喋っていくかっていうことで知識をつあの出しあの頭に入れていけばいいと思うんでやっぱり大事なのはまず答案の骨組みを理解することだというふうに思うんですね それを学ぶための方法として、答案分析とか答案構成とか、そういったもののやり方っていうものをまあ解説してるんだよということですね。まあだから、時間ないんだったらそれだけやればいいんじゃないかなと僕は思います。だから逆にそれ以外やったらあの合格遠のくよと僕は思いますね。だから時間ないのに、その基本書を読む時間とか判例集を読,む読み込む時間とかあるんですかっていう話ですよね。それができる。その基本書を読んだりとか判例,判例書を読む時間があるんだったら、 その仕事を辞めるべきかとか部活を辞めるべきかとかっていうことは多分悩まないと思うんですよね。で悩こういう仕事を辞めるべきかとか部活恋愛を辞めるべきか勉強以外のことをして,はしていいのかって悩むってことはよっぽど時間がないと思うんですよね。時間がないんだったらその,その時間でできる方法を考えようよということで、まあ、そのための方法としてはやっぱ答案を設計する答案分析とか答案構成あるいは答案の方っていうものを学んでいくのが僕は一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、それが一番早いと思うし楽だと思いますよ。 ですねまあ、そんな感じであの試験勉強するために仕事を辞めるべきかということで辞める必要はないですあの。やりたいことはやってもいいですし、まあ、仕事っていう意味ではなくても例えばその趣味とかね趣味を辞めるべきかというとも辞める必要はないので全力でそれもやったらいいと思います。でそういろんなことをやっていろんなところで知識をつけてってそれがあのそれそなんていうかないろんなところから学びはあるわけですからね。 その試験勉強だけからしか学びは得られないと思っていたらよくないよということでまあランニング、ランニングからでも学べるし、筋トレからでも学べるし、ゲームからでも学べるところは僕はあると思います。ゲームやって合格するっていうのも当然可能だと思いますし、本読んだりとかね絵描いたりとかそういうことをしながら合格するっていうのも当然可能だと思います。それはバランスの問題であってね、勉強だけしなければいけないとか、勉強しかしてはいけないっていうことではないんですよ <laughs>。 まあこれも、ね、よく言われる、例えばその暗記が大事なんですか、理解が大事なんですかと言われても、もうどっちも大事ですと言うしかないんですよ暗記だけ。暗記だけしてればいいと思いますよとか、理解だけすればいいと思いますよじゃあダメでもちろんどっちも大事なんですよ。そのバランスっていうものが大事なわけで、そのバランスをどう取っていくかということはきち,あのきちんと考えなければいけないよということですね。 まあそういったそのバランスの話とか受験生活どうやっていくかみたいな話は他の動画とか他のブログとかメールマガとかでもしてるんでぜひねそのいろんなもん見ていただければいいかなと思います、まあ、あのその僕の話とか僕のやり方共感する部分があるなと思ったらあの僕のブログとか全部見たりとか動画とか全部見たりっていうことはやっぱり基本だと思うんであの僕もね一つの動画で喋りきれるわけではないんでぜひねいろんな動画とかいろんなブログとかメールマガとか読んでもらって あのまあ、僕の,この考え方っていうものをあの真似ていってほしいなというふうに思うんで、まあ、そういった形でねそのあの早く合格できて楽に合格できたっていうのは僕は万々歳だと思うんでぜひねそういった形であの徹底的に僕の考え方とか真似していただければいいんじゃないかなと、まあ、そのためにはいろんな動画とかブログとかぜひ見ていただければなとあとは感想を送っていただいたりとかコメントしたりねそのインプットだけではなくて、まあ、の動画聞いたりブログ読んだりっていうのはただのインプットなんでそうじゃなくてアウトプット 僕のね、読者さんとかでもかなりねあの、メールを送ってくれたり、日々の気づきっていうものを送ってくれたりする人がいて、やっぱそういう人たちって伸びてるし、成長したりしてるんで、やっぱりあそうやってアウトプットすることも非常に大事なんだっていうのは常に思うんで、まあ、僕自身もねあの、常にアウトプット、まあ、こういう形で喋ったりとか、動画撮ったりブログ書いたりっていう形で常にアウトプットしてるんで、まあ、そういった形でね、いろいろやっていくんじゃいいのはいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、試験勉強するために仕事を辞めるべきかということなんですけど、辞める必要はないですね。 まあ、あのやめるっていう選択肢もありだと思いますけどねまあその仕事っていうか好きなことをやめるべきか例えば好きなもの食べちゃいけないのかとか,なんていうか恋愛禁止した方がいいのかとかねそういうねあの我慢しなきゃいろいろ我慢しなきゃいけないのかっていう話なんですけど我慢する必要はないよとそうじゃなくてあの我慢しなくてもできる方法を考えようという方向性で考えていただけたらいいんじゃないかなと思いますまあ,あの分かんないこととか不安なことがあったらあのまあメールマガでも あの、LINE とかもやってるんで、そういったとこであの相談していただけたらなと思うんで、ぜひ気軽にお話ししていただけたらなと思います。ということで、今回の話はこれで終わります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。これで終わります。